こんにゃく、あとは大豆を使ったカツになります。全然カツこんにちは、出荷のうんがるです。本日はフーディックスジャパンにお邪魔しました。サステナブルで新しい代替食を体験しに行きたいと思います。フーディックスジャパンはアジア最大級の食品見本市で毎年3月に東京で開催されます。代替食品とは動物性食品に代わる植物性の食品のことで、例えば豆腐やアーモンドミルクなどがあります。肉でも魚でもない次世代フードのビーツはおからとこんにゃくを使ったヘルシーな新素材、食品残差を活用するため食品ロス低減にも貢献。おからとこんにゃくから生まれた明太子、あとから辛い匂いとかもほのかに香る魚卵感、あと食感にしてもプチッと弾ける感じっていうのが欲しいかなっていうのがあります。まあ本物とした場合だと60から70ぐらいな味になっています。こんにゃくとそのおからでできているので、そのアレルギーとかも心配なく誰でも食べれるようになっているのかなと思います。ガンモドキが代替肉の先駆けであることから着想を得て、ネオガンモドキという新たな食感を生み出した。鼻に抜ける味っていうのはガンモドキ、肉肉しいハンバーグっていうのを求めるっていくと味が薄いんですけれども、お腹にたまるというか脂っぽさっていうのはないので、ハンバーガーとしても楽しめる、表す言葉としてはガンモドキではないけどお肉でもない、進化したガンモドキっていうのが期待なのかなと思います。どのようにしてギャンモが生まれたのか担当者に話を聞いてみました。ギャンモというのは昔ながらの大豆食品と新しい素材を掛け合わせた進化系ネオガンモドキです。お豆腐だとか、まあ、厚揚げとかもそうですけれども、皆さん日本人は当たり前のように大豆製品を食べる食文化があるので、そこを大事にしたいっていうところもありまして、大豆だってわからないが褒め言葉ではなくて、美味しく大豆製品を食べるというようなものを作りたいってずっと思っていたんですね。今回は NDC からギャンモのパテ状のものとボール状のものが販売されることになりました。環境や健康問題へ意識が高まる中で注目される代替食品、地球の未来や自分自身のために取り入れてみませんか。